大阪ビジネスパークから南を望む玉作り筋は大阪市内を南北に走る道路の一つで大阪市道恵比寿上東線のうち天王寺駅前異性を除く路線で形成されている。なお恵比寿上東線の起点は新今宮駅付近である。大阪市天王寺区の天王寺駅前交差点から 宮古島区の京橋駅付近までの全区間で JR 大阪環状線の内側を並走している。このうち特に森の宮駅より北側の区間は大阪環状線の真横を通っており、この区間のほとんどは大阪環状線も地上を通っている。また、玉作り筋の森の宮駅大阪城公園駅の区間は大阪城公園の東園にあたる。片側に車線の 京四車線道路になっている。なお、寝屋川よりも北の区間については加強されていないため未完成となっている。筋に分類されているものの、大阪環状線に並走している、関係上、天王寺区南部では、東西方向の道路となっている。かつては、森宮駅前交差点以南では、大阪市電が玉造り交差点以南では、大阪市エトロリーバスが運行されていた。 南川堀交差点から起点付近を望む玉造り交差点森の宮駅前交差点京阪京橋駅前本線とは立体交差構造なので、次の放出方面へは白見市交差点に迂回し、アンダーパスを通行する。寝屋川以北は計画路線。ありがとうございます。